なほこの伝えるオランダ生活チャンネルみなさんこんにちは。オランダに住むなほこです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。と今日は私と夫がこの家に住んだから、えー、共有をしたお金のことについて話せたらと思っています。まあお金のことといっても、えー、何をしたかっていうところ にはなるんですが私が2、えー、人暮らしを始めてから始めたことが、まあ、家計簿をつけることをしましまたでこういったノートですねに、えー、日付と買ったものと買った金額で毎月ごとに合計を出して、まあ、支出がどうなっているかっていうところを把握したくて始めました。まあ、我が家の場合は え、夫がお金は管理しているので、私は何を買ったかなど記録を取っています。まあ、家計簿をつけてよかったなって思うのは、やはり初めての二人暮らしで、どれぐらいのお金を月に使っているのかを把握できていますし、えー、その月によっての変動もあるので、そこから、じゃ何が今月高かったのか、もしくは何で、 安く済んだのかっていう確認ができるので、えー、家計簿をつけて良かったなと思っています。まあ、家計簿と言っても、すごく細かく書いているわけではなくて、まあ、例えばスーパーで買ったときは、その、えー、買った合計ですね。1回の食費として合計でこれぐらい。で私たちの場合は1週間に1回なので、その1週間分の食費を、 設定金額を決めてそれに合っているか抑えられているかオーバーしてしまったかっていうのを見ているのでそんなに細かくは見てないんですけどまあ、それでもその決めた金額と実際っていう把握比較ができるのがすごくいいなと思っています。でその中で、えー まあお願いというか私自身が共有してほしいって言ったのがだいたい日本円でいう5,000円とか1万円ぐらい以上の買い物の際はえ報告するっていうところですね。まあ、これもまあお互いの中でえ報告これ買いたいっていうところを言うので別にそこから議論があったり買う買わないっていうのがあるというよりは。 まあ把握というかそこであこれ買うんだ分かったみたいな感じでお互いにしています。で私たちの場合は趣味が、えー、結構異なるのと、まあ、その,の趣味に伴う金額っていうのも差があるので、えー、一概に同じかって言われるとそんなことはないんですけどただお互いの趣味で、えー、欲しいものを買うっていう時は それを言ってもらうっていうのはしています。まあ、これも安心感からくることなので、うん、お互いに必要なければ言う必要もないですし、先ほどお伝えした家計簿も別に把握が必要なくても大丈夫な方々は全然書かなくてもいいとは思います。まあ、例えば私たちの場合ですと。とまあ、夫のパソコンが。まあ 趣味という時にじゃあパソコン関連のものを買うっていう時と、まあ、私が最近始めたカードリーディングのものを買うっていう時とかは、まあ、今月これが欲しいから買うねっていうふうに言うっていう感じです。まあ、お金のうん共有っていうのは、まあ、お互いの金銭感覚ですとかどのように考えているかっていうところもあると思うので、えー、一概に 正解はないと思うんですけど私が大事にしているのは一緒に暮らしててお互いに無理なくまあとは何か、うん、貯めたい時一時帰国のお金ですとかこれから家電を買うですとかそういった時は毎月金額を決めてえ お互いに貯めるというところもしています。まあそんなに普段からお金のことはあまり話さないんですけどその最初に住んだ時にどういうふうに使っていこうかっていう話し合いをして、まあ、今もそうしているので結構最初に決めておくのはとても良かったなと思っています。まあ一例ではありますが まあ、二人暮らしを始めた時に、えー、私が始めたのは家計簿をつけることと、まあ、一定の金額以上の買い物をする時は共有をすることで、まあ、お互いに無理なく安心ができるっていうところを今も意識しています、えー、今日は私と夫が2人暮らしを始めた時に、えー、お金の共有についてと 私が実際に何をしたかを話しました。まあ、このチャンネルでは、オランダ生活のことや、私の経験のことなどを話しています、えー。オランダ生活やこのチャンネルがいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。